来た。はい、どうも皆さんこんにちは、サバイバルゲームズです。さあ、しゃーてな感じで、キャプチャーボード新しく買ったし、マイクも新しく買ったで、ゴーゴー。というわけで、ほとんど新環境、パソコン以外は、新環境で今現在動かしていますと。はい、ちょっとね、かつての活気をまあ取り戻したくて、まあちょっとかつての活気を取り戻そうという企画でございまして、まあこの企画にかけたお金なんと4000円程度、うん、安いですね。このちなみにこのマイクが1200円ほどで売っておりまして、やば、待ってですね。まあそうですね。で、あえて引っかかって、そう、あえて引っかかることでいろいろできるんですね。まあそうですね。で、まあこちらかなり音質も良くてですね、まあ普通に許容範囲内というか、まあ普通というか、まあ遜色ない形になっております。で、そして次はキャプチャーボードなんですけれども、キャプチャーボードこちら1900円でしたっけね。それくらいで、おい、サンダー振っちゃうか。今振っちゃうね。金を取らせてくれ。金は取れない。すげえ、9枚、 OK。 で、左側は空いているから、とりあえず、いや無理なのか、無理なのね。また一つ学びました。うん、素晴らしい。いやー、右行った方が良かったかな。避難回避で、オッケー、うまい。さーてと、じゃあまま攻めていきたいところだが、ちょっと一回潰して、オッケー、取って、ちょ、いや、待て、ごめん、使っちゃう。そう、戦略も走りもうんこだけど、ちょっとこれは許してくれなんだぜっていうことで、まあとりあえず、よし、うーん、4かな、4ぐらいで許容範囲。お、まあ6か。まあ、頂点にしてはいいでしょう。次のレースいきましょう。しゃー、はい、ってことで第2レースはチーズランドということで、いやー、どうしよっかな。この部屋多分打開弱いんだ。いや、打開強いのかな、もしかして。いや、でも俺はあのここの打開にもう何十回と裏切られてきたことがあるから、とりあえず前張っとけばね、総力戦で勝てる、ここは、って俺はもう解釈してる。つうかね、で、こうやってどうせ相手は取るだろうから、さあ後ろが何持ってんだろうね。これが最速です。はい、そしてケツに吸い込ませて、これめっちゃ遅いです。この処理は全然遅くて、もっと速い処理があるんですけど、ちょっとアイテム重視できたから、これ速いです。とりあえず後ろ投げといて、まあ、じゃあどうしようかな。まだこれは、あー、うん、オッケー。わー、軽減じゃないよね。軽減じゃねえ。ちょっと相手がでかくなる前に、おっと、第三者が来てしまったけれども、うわー、無理だったか。だけどリカバッ頑張ってて、で最速処理がこんな感じで、あれ我慢じゃねえ、クソが。ちょっと相手緑なんで、わざわざちょっと前行かせる気もなくて、ちょっと第三者が来て、うん、これはいいね。そして相手は投げるはずなんだけど、そうだね、俺はリスクして、で多分バックスな警戒で、ちょっと俺後ろ下がってで、トゲって大体真ん中通るから、オッケー、戦略はオッケー。
で、ここの砂漠系のコースの炭はあんまり効果がないというかね、そんな感じなので、ちょっと軽くキノコ引けなかったし、やばいよ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 、あれ Y ボタン Y ボタン、はい、ってことで第3レースはグラグラ火山ということでやっていきます。ちょっとスタイル変えまして、帽子だけにしました。これだけでもいいんじゃないでしょうか。ってことでここってな感じで、ここは前張りの方が強いんだけど、ちょっと打開してみようかな。一か八かで打開してみたいっていうのが本音で、まあ実は前張りして、そう、さっきみたいな感じになりたくないからってアイテムがゴミ。さあ、ちょっと軽くちょっと処理してそっち行くか。じゃあ俺はこっち行って、おお、すぐ揃っちゃう。で、アイテムも完成して、ちょっと前行ってもらっ、前行ってもろって、そして俺はシングル交換しよう。シングル交換でショートカットしながらこう行って、相手がちょっと運搬するか。運搬して、一回交換して、ハンドルアシストもしっかりつけて、裏にキノさん引いて、ちょっと一回使っちゃう、一回使っちゃう。うん、アイテム前程度で止めてくれれば、まあ俺はいいんだよな。よし、よ、理想理想。ここは荒れるからね、ここが一番荒れるから、ちょっとどうしようかな。相手が、あっちが、そうだね。これが多分正解かな。で、OKOKOK。ちょっとキラー様通ってもろって、もう一個通ってもろって、OKOK。さあ、ちょっと俺はパックンでぶちかまして、コイン3枚取って、相手食い散らかして、危ねえ、しっかりとインコースついて、あー、溜めれなかった。ちょっと残して、俺は、お、この配置はいいね。よし、で、これでこうやって、こうやって、あれ無理か？あー、無理だね。はぁ。まあ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 、ちょっと戦略的には、とても良かったと思うんでね。じゃあ次のレース、やっていきましょう。しゃ！はい、ってことで、第4レースは、クーツプキャッツするということで、まあちょっとここは難しいコースだね、ちょっと。打開も、前張りも基本両方あり得るんだけど、最後のショットガがいかんせん強くてね、ちょっとね、そこで毎回悩まされちゃうから、だからちょっと今回は前張りしていくっていう感じで、初手コイン使った方が絶対早いんですよね、ここは。ちょっととりあえずダブルアイテム取って、安定させて、ジャンプアクション 2個入って、どうしようかな。いや、交換しなくていいね。とりあえず、こいつらをほじって、よし、OK。うまい。ちょっと壁越えしてしまったが、なんかちょっと早くした気がするので、まあ、とりあえずいいと。あー、ってことで、1位で、まあ、そんな感じで、いや、なりましたね。じゃあ、ちょっと。なんかいけそうだな、わ。なんかいけそう？なんかいけたりする？だよねー。あそこは、2連ジャンプアクション。あー、たまんなかったー。あー、じゃあ、ちょっと来たからー。ここはありがたい。ここはありがたい。ここに設置しといて、聞いて、うわー、やばい。まあでも、あそこまで耐えれば、とりあえず OK なんだがって話で、やば、やばすぎ。じゃあ、なんかいけそう、なんかいけそう。とりあえず、あとはミスなく走る。あとはミスなく走ることだけ。オッケー、うまい。危なかったね。ちょっとこっちルート行くか。よかった、オッケー、ナイス。周期分かってる。
じゃあ、どうやったら結構こう、ぶつかるんだっけ。あ、待って。いや、一回落とされる。落とされる。そうそうそう。オッケーオッケー。あ、待って、終わった。終わった。オッケー。指名させて。いやー、2かー。オッケー。とりあえず適当にかわしたから2でオッケー。はい。ってことで、第5レースで合ってるかな。第5レースくらいは、多分ドーナツヘイヤだと思います。ここ、前だね、前だね。ちょっと張ってみるか。張って、まあ失敗してるから、次はしっかりミスなしで。ちょっと潰してあげて、OK で、微妙い。微妙いな。5位にしたら微妙いな。OK。当てていく。で、ちょっとこいつらは、ちょっと前出てもろって、俺はコイン取って、この、あー当たんないのかい。ダメだ。ここでね、前張りしてるようじゃ、勝てない。情弱と言われようがない。いやー、どうしようかな。ここは一回ここで使うか。はい。いや、金は、とりあえず同値集まるから。とりあえず、交換できれば OK。OK。いやー、なんか臭いなぁ。そろそろ出そう。はい。ここで使う。で、OK。じゃあ、とりあえずこれは、ここで使って、で、またさっきと同じ感じでいけば、おそらくいけると思うんだよね。で、使って、いやー、シングル。で、ここ行って、で、最後使う。最後、絶対出てる可能性が高い。いやー、まあまあ、許容範囲、許容範囲。許容範囲だな。まあ、無理としか言いようがない。っていう感じで次のレース行っちゃいましょう。シャー。はい、ってことで、第6レースは、パーリプロムナードという感じで、ここは基本前張りが強いけど、キラポロって出たら、結構、ゴール前までキラー引っ張ってくれるコースなので、まあちょっとまあそこはどうしようかなっていう感じで、まあちょっと一回防御引こうかな、とりあえず。コインは同値集めて、オッケー。ちょっととりあえずケツつけて、一回ちょっと待って、危ない。ちょっとこうやって、コインを、オッケー。3枚集まったかな？って感じで普通に処理して、こっからやればさすがにいけて、じゃあちょっとダブル取っていきましょうかね。で、コインも集めつつ、どうしようかな。絶対これ、やんなくていいんだよね。やんなくていいから、じゃあちょっと一回道中で集めればいいもんね、コインは。今8枚だけどね。そうだ。そうだそうだ。待って。今更なって気づいた。あー、もうぐらった。でも距離詰められたから、これでアイテムの格差はなくなって、まあとりあえず良くて、よし、 OK、 うまい、うまい。じゃあとりあえずあとは不運が重ならなければ、とりあえず俺の勝ちってことで、俺はまだ交換し、うわお父さん、まあまあ、いやでも強い、防御すぐ引けて、いけるって、負けんじゃねえぞ、負けんなって、いける